じゃあ続いてですね、先ほど今のワンマスペアルという有名な松岡直也さん、今日私どもの松岡直也さん、素敵な残された、ラテンフュージョンの曲を中心に、お送りしますね。じゃあ続きましていきますか。はい、サンバの曲で、デスワンフィオ。
最後には多分ずっと皆さんいらっしゃると思います。